ウィスコンゾンです。今回ですね、このガジェット使った瞬間即戦犯ランキング、まあランキングというかキャラクター紹介していこうかなと。まあ結構ねガジェット悩ましいところであると思うんですけど、絶対にこれは使うなっていうのをちょっとまとめに行きました。ガチでガジェット格差はやばいから。はい、まあまずラリアンドローリーなんですけどこいつね、まあ、ひどいよガジェット格差。まず撤退指令ね、これめちゃめちゃ強いです。まずいなってところ、弾避けたいなって時に弾避けながら、回復できます。これめちゃめちゃ汎用性高くて強いんですけど、まあ、もう一つの方、戦犯指令ですね。交換じゃないです、戦犯です。これは、ローリーとの武器を交換する。くっそさこい、やばいぞこれはマジで。まあちょっとね実践していこうかなと。まあ使わないと、まあもしかしたら伝わんないかもしれないんで、まあ、まず普通にウルトあって、ま、ウルト貯めますわね。ウルト貯めないと、まあ、ガチャって使えないんでウルト貯めますと。で、このね、投げが強いんですよ、結局ね。で、このガジェットの相方の方の武器は、まあ、結構近距離戦というか、で、近距離戦なのにクソザコイです。近距離でも火力出ないんですよね。火力出ないし、当たんないし、弾が。まずね。で、ボットがその武器を使うことで、そこまで近く行っても、なんか死に物狂いで弾当てに行けるから強いだけだって。で、これ、まあ、使うじゃないですか。はい、まずね、リロードがクソ遅いです。で、リロードクソ遅いし、火力が出ない。1リロードね、全部当てて2400なんですけど、全部当たんないです。だいたい900ダメージか1200ダメージぐらいです。まずそこがザコいし、で、ウルトの回転率も全然たまんないの、これ。見て、ちょっと見て、ほら、見て、全然たまんないじゃん。びっくりするでしょ。そんなたまんないかねっていう。って、もうこれ使った瞬間、ほら、もう見て、この前線の押し上げられようと、俺のこの、火力ゴミでしょ。何600ダメージって、あの近さで弱すぎるだろ。あまりにも弱いでしょ、これはもう確実に使った瞬間戦犯でしょ。で、まあ、もう検証終わったんで使わないです。味方に申し訳がない。もう使った瞬間戦犯ガジェットを紹介してるときに、まあ、野良とはいえ、さすがにちょっとね、申し訳ないんで、そうよ。申し訳ないレベルよ。使うことに抵抗があるぐらい。そんなガジェットあるか。試合にたった3回しか使えない、なんか必殺技みたいな概念なのに、使ったら戦犯ってね、よくがわかんない。よくわかんないでしょ。さあ、これはちょっとワンチャン天気丸な。無理か。暑いね。はい、続きまして、コレットですね。まあ、これもまあまあなガジェット格差があります。まあ、別にね、ラリアンドローリーと比べて弱いわけではないんですけど、次のショットで1500の追加ダメージ、まずね、次のショットってことは一発だけなんですよ。で、1500ダメージの追加なんですよね。まあ、これがかなり弱いです。まあ、弱くはないけど、もう一つが強すぎる。しかもこれ外した瞬間終了なんですよ。意味ないんですよ。で、インセンティブね、発動してから5秒間にわたって敵に与えたダメージの 80% が回復されるということで、もうこれ使った瞬間耐久力マジで鬼になるんですよ。全然死ななくなる。まあこれも使っていくか。はい、まあちょっとね、どっちともノスタパーじゃなくてガジェット使って、まあ、比較していこうかなと。まあ1500ダメージの利点だけ先に言っときます。まあ利点で言うと、こいつの攻撃はダメージ割合なんで、まだ最後の方ね、ちょっと残りやすいんですよ。倒しきりにくい。で、それをガジェット使えば、まあ、最後のキル取りやすくなりますよって感じなんですけど、それぐらい、そんなん使うぐらいなら回復してもっと戦場に活躍して、もうラスキル取らなくていいから、もっといろんな敵に攻撃しまくって体力削って味方に倒してもらいましょうって話なんですけど、まあ、そんな言ってても始まらないんで、まあ、ちょっと可能な限りこのガジェットの、まあ、いいところというか、まあ、強い部分をいつ使えばいいか分かんない。ちなみに言うと、今か、まあ、今使って追加ダメージの1500の、あ、今使えばよかった。あの当たるか確証がないんですよね、結局。だから使いにくいですよね。いつ使えばいいか分かんないっていう感じなんですよ。まあ別にポンポン打ってもいいけど、大事な時になくなってるからね、そうなってくると。で、それに比べて、回復の方は、まあ、体力減れば使えばいいし、体力減ってて、自分回復したいなって時が来たら使えばいいだけなんで、使いやすいんですよ、普通に、まず。やばい、一回も使ってない、まずいな。まずい。これはちょっと、もってのほか。
まあ、今からちょっと反省したかのようにバンバン使ってきます。体力はまあ7000ぐらいか。まあ、この辺でいつ使えばいいんだ俺は。ウルトがね、まあ結構強いんで、ちょっと使うなお前、倒すな。この辺か、この辺で使っといて、もう使ったかどうか分かんないもんね今。まあ使いました今地味に地味に使いました。さあどうしよう、まあ、この辺でちょっと使っとくか。290はちょっとねいらないんですよね。そこで脳みそ使いたくねえから。普通にこのガジェットが今使えるか、使っていいべきか使わないべきかのところで脳のリソースを割きたくないから。あり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 、こういうところでちょっと圧出しといて、まあ、来たら、まあちょっと聞いたか、ちょっと聞いたけど、いらないっちゃいらないんすよね今のも。ならあの回復する方のガジェット使って、あのもっと距離詰めて、もうボンボン行きましょうっていう話なんですけど、まあ一応勝ったな。はい、あのそれに比べて、あの回復する方のガジェットですね、あの格の差が出ます普通にあのもっと活躍できる、あのさっきの2倍ぐらいは絶対活躍できるんで、まあ、まず体力減ってないんで、まあ、まだ使わないと。さあおいで、かかってきなさい。もうこういう時に使えば、はい、もう切られても回復、切られても回復。はい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 効かないね、回復するからこっちは。まあ、今の猫のところでは、まあ、1500追加ダメージあった方が嬉しいかなぐらいなんですけど、まあ、所詮あったら嬉しいなぐらいなんで、まあまあ気にしないと。でもうこういうところもね結構強気に出れるんですよ、回復できるから。まあ、例えば、まあ、俺に猫が切り、あ来ないか。まあこれは一旦倒しといてあげて、普通に点決めればよかったけど、まあ、そこはちょっとこのガジェットの美味しいところをちょっと皆さんに紹介したいんで、一旦ごめんなさい、一旦ちょっと活躍させて。はい、ここでも体力マックスでしょ。この前線の張り、まあ、前線の押し、全然違います、性能差が明らかに。でこれ削っといて、のこれ猫噛みついてくるかな、噛みついてきたんで、まあ、これ味方になんとかしてもらって、まあ、この辺でちょっと決めとくか。なるほど、そうきた。あとは頼んだまあ勝てばいいし、別に勝てばいいっすよね。まあまあでもこんな感じです、あの前線の押し上げ声が全然違うんだよ。ナイス。でまあ、まだガジェット2つあるんで、もっと押します。次はもっと押します。猫ちょっとダメージ与えといて、あ味方がちょっと頑張りすぎだわ、それはちょっとやりすぎです。まあみたいな感じで、まあ、前線の押し上げがちょっと異常なんですよこのキャラクター。でこの辺でガジェット使って回復するでしょ。で回復してさあ終了かな、勝ちかな、まあ、一応味方に、まあいいやシュートかな、GG。 はい、最強です、こっちの方が圧倒的に。はい、続きましてパムですね。まあこいつもなかなかよはい、まあまあこのパルスモジュレーターね、まあこれも聞いたこともないけど、まあ2000回復、別に悪くなくねと思いきや、まあ別に悪くはないんですよ正直ね。まあその性能としてはあったらいいな小林役ぐらいなんで、まあ悪くないんですけど、もう一つがあまりにも強すぎます、ガラクタ吸収。これね、あの全ガジェットでも、まあ、かなり上位に食い込んでくるぐらいの破壊力があります。まあ、端的にまとめると、弾4発当てたら敵のリロードが0になって自分のリロードがマックスになります。これマジで強いからでこいつね、パムね通用攻撃9発撃つんで、まあ、相性がめちゃめちゃいいと。はい、まあちょっとこいつはね比較じゃなくて、普通にこいつだけ単体で使っていこうかなと。まあモーティスなんてもうめちゃめちゃ相性いいんやから、ビビちょっとやる気ないし、まあ、例えばあ、まあ、モーティス来ないかさすがに、まあ、パムに突っ込んでくるモーティスがいたら先般ですそいつはまあ一旦回復、あちょっと、まあ、こういうところだけ見ると、まあ、さっきの回復があったら耐えれたなっていうのは、まあ、否めないんですけど、点決まったわ大丈夫です、勝てます。最強ガジェットがあるんだからこっちには、まあ一旦モーティス来てみなさいよと。さすがに来ないか。まあエドガーに行っても、まあ、多分敵目線ちょっとしんどいんで、まあ、パムにも行けないし、まあ、普通には逃げられるし、モーティスは腐りました。まあこれ別に使わなくていいかな。まあ使わなくていいところは使わないです。でこれ回復しながらダメージ与えといてので、ちょっとずつ前線押し上げて、さあ来るかな、来ないか、さすがに来ない、来いよ、そのままじゃ試合負けるぞモーティス。まあ、どっちみち負けるんやけど
どっちみちもあげるけど、おいでよ。来いよ。かかっておいで。来たー。来たけど、使うまでもない。え、待って、これ、使う前に終わっちゃう、もしかして。それはまずい。それはまずい。あ、もうそれじゃ暴れんな、マジで。これはモーティスが多分来そうなんで、俺が優しく、あ、待って、ちょっとまずいね、今の。今の弾き飛ばされたせいでリロードちょっとできなかったんですけど、これちょっと2発しか当たってないけど、まあ、大体1.5 発分は今封鎖したんで、まあ、結構敵目線しんどいと。でこれモーティスガジェット使ってきたんで、これガジェット当てるでしょ、まあ、敵リロードなくなるでしょ、帰宅するでしょ、これウルト当てるでしょ、もう終了です。ジジ勝てないんだからパームには。こっちのガジェットはマジで強い。タレット回復の2000なんて比じゃないから。はい、続きまして、ドラコですね。こいつも、まあまあ、まあひどい。まあ、アッパーカットね。まあ、悪いか悪くないかで言うと、別に悪くないんですよ。まあまあ、強えな。まあ、なかなか強いじゃん。ありじゃん。って感じなんですけど、こっちもね、パムと一緒。もう一つが強すぎる。まあ、このラストスタンドなんですけど、まあ、これもね、ガジェットの中では、もう上位どころか、もうトップ3?もはやそのレベル。2秒間死なないの。これ、いや、相性が良すぎるんですよね、ドラコと。まあ、一旦比較していきますか。まあ、まず、ザコイホのガジェットなんですけど、まあ、まあ、結構コレットと似てて、当てないといけないんですよね。で、このめちゃめちゃ短い射程で当てようと思うと、ちょっとむずい。まあ、次の攻撃が絶対に当たるなって瞬間は、まあ、あんまりないんですよね。なんで、まあ、この汎用性の低さ。いや、まあ、当たるかどうか、無駄になるかもしれないっていうこのリスキーさ、まあ、とかいろいろ考えたら、まあちょっと弱いかな。で、まあ、ガジェット使ったけど、まあ当然のように外しましたわね。この辺で、もうこの、ね、横も外しやすいんですよね、意外と。まあ今の当ててたら、まあちょっと悪くはなかったけど、まあまあ決まったからいいけど、まあちょっとね、まあもう一つが強すぎるね。まあでもちょっとまあ、これの強さも、まあちょっとぐらい、ああ、強い。こういうところでは強いです。まあ、このね、上に持ち上げるっていう作業は、まあ、例えば、リコのウルトとか、敵が撃った瞬間に、あれ当てると、ウルト消えるんで、まあ、消えるというか、まあ、それ以降の弾、もっと、熱い。は?めっちゃ強い。めっちゃ強いように見えるやん。めっちゃくしゃみした。最悪なタイミング。まあ、それの5倍ぐらい強いのがもう一つのガジェットなんですけど、まあ、ドラコといえばこのガジェット。まあ、このガジェットなかったら正直ドラコじゃないぐらいなんですけど、まあ、一旦ウルト貯めます。まあ、通常攻撃は当然のように全然当たんないんで、さっきのガジェットじゃなくてよかったからっていう感じかな。で、まあ、味方はリリにボコボコにたこられてるんで、一旦ウルト貯めますか。当たんないのよね、通常攻撃。あんまり当たんないんで。さあこれは右から駆け上がりますか。駆け上がってさあリリーね、はい、まあ、これ進化して、まあ、ボボボボボからの、まあ、死にそうになったらガジェット使うだけ、そんだけ以上、それ以外はもう死なないです。もう使うまでもないか、まあ、ドラコね、まあ、そもそもの性能がかなり強いんで、こんな感じでまあ使う間もないんですけど、まあ、一旦右から上がって距離詰めて、でこの新キャラの火力やばいよな。新キャラの火力もバカなんですけど、関係ないでーす。お疲れ様でーす。関係ないっす。死なないもんだって。どんだけ強くても。たとえ、ウルト一撃28,800ダメージ出ても、死なないから。関係ないな、こっちは。さあ、もう一発暴れますか。で、まあ、コツは、まあ、死ぬ直前で使うこと。それ、あ、ちょ、あ、それダメ。二人目はダメです。まあ、こんな感じで、まあ、似たてしたけど、まあ、ちょっと、シュートというかパスがちょっと遅かったかな。で、まあまだガジェット、まあ、地獄のガジェットまだ2発残ってるんで、まあ、かかってきなさいよと。で、まあまだ死なない。死ぬ!こういうところで使うとマジで化ける。あ、ちょっともうちょっと隠れたらよかったの。まあ隠れたらよかったんですけど、で、こいつ暴れすぎ、この新キャラクター。どうしよう。で、ウルトもなくなったでしょ。これいよいよまずいっすね。こいつでちょっとウルト貯めさせていただきますか。よし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 、あいつ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 。で、まあ、いつ使おうかな。まあ、最後のガジェットなんで、ここで点決まっておかないと、まあ、ちょっとしんどい。延長タイム、このカニが強すぎるんで、どうしよう。絶対に決めよう。
俺がカニと何かを仕分けから信じてパスをくれ。それでいい。そんだけでいい。オッケー、これはアバって、いやキッチもう一発、いやカニ、カニだけパス。さあこれいったっしょ、つえやっぱり、やはりこっちのガジェット、もう誰がどう考えてもこっちのが強いです。はい、続きまして、まあ、シェリーですね、まあ、このクレーピージョン、まあ、これかなり強いです。これ全速全身ね、だいぶ使いにくいですね。あのこれガジェット中別に攻撃打てるわけじゃないから結構ね自殺なんですよ、もはや。まあ、本当に使える場面としては、あのダイナマイクの弾避けれるぐらい、ダイナマイクのガジェット避けれるぐらいです。はい、なんで、まあ、あのおとなしくもう一つのガジェット使ってください。これねスタパーとの相性が良すぎるんで、まあ、ウルト打ってこのスタパーでチンしてからのクレービジョンがあまりにも強いんで、まあ、絶対こっちです。はい、続きまして、まあ、メイジーですね。こいつね、あの弾当てにくいんですよ、まあ、結構当てにくいのにもかかわらず次の攻撃のダメージ強化、これもさっきも言った通りコレットと一緒で外した瞬間意味ないんですよ。でターゲットが失った分の体力の 30% なんで、まあ、一発の弾の火力は、まあ、バカぐらい高いんですけど、なら戦略的撤退で、あ、使った瞬間これ使って、スタパの遅延とともにウルト打ってちゃんと当てた方が強いです。まあ、あとスクイクですね、まあ、こいつもね結局当てないといけないんですよ。あと通常攻撃一発だけなんで当てないと意味ないんで、まあ、ちょっともったいない。あとねダメージが 50% 射程が 100% じゃなくて、ダメージが 100% の射程が 50% なら強かった。ダメージ 50% 上昇ちょっと少ないですね。なら不純物で、あのヤブ見えて、なおかつスローダウンエリア使った方が絶対に強い。はい、続きましてダグですね。まあ、こいつはね、あの回復させるだけの効果なんですけど、まあ、昔はねこっちの方が結構使われてたんですけど、あのダメージが一律化したおかげでこのマシマシマスタード火力2倍の方が強くなりました。まあ、なんでかっていうと、まあ、これはね強化量の話で、あのダメージは 2400×2 の 4800 ダメージになるんですよ。めちゃめちゃ火力上がるんですけど、回復2倍は、まあ、1200からの2400なんで、まあ、ちょっと渋いかな。はい、まあ最後リリーなんですけど、これ植え替えめちゃめちゃ弱いですねあの、まあ、これの利点としては壁裏にウルトが当てられるぐらいなんですけど、まあ、まずねウルト外した場合、あの変な射程になって、あの自分は攻撃当てられないけど、敵からは攻撃当てられる距離になったり、まあ、別にねそんな急いでこのウルト、このガジェット使ってウルト使って壁裏の敵殴りに行かなくても、ゲッタウェイで、あの安全に闇のテリタリーの中から敵に、距離詰めた方がいいです。あとねこっちの場合ね逃げれるんで、死ぬなと思ったらゲッタウェイで逃げればいいだけなんで、これめちゃめちゃ汎用性高いんで、こっちの方が圧倒的に強いです。はい、ということで、まあ、使ったら即戦犯ガジェット紹介してたんですけど、本当にこいつら使用する際は注意してください。ということで今回はご視聴